はい、こんにちは、ゆうまるチャンネルです。ということで、本日はですね、こちらの選手を使っていきます。金本選手です。はい、ってことでですね、金本選手が育成がね、終わったんで、スピリッツ解放いたしました、今年も。はい、まあね、一応最大上限が、まあ4400なんで、あと1回分上げれるんですけども、いつも200ずつしかやらないので、今回は、まあ4300で止めとこうかなと思いました。はい。で、金本選手はね、もう阪神純正の中でしたら、もうね、かなり最強格のレフトでございます。なぜかというと、まず僕は安打製造機でプラス3、そしてパワープラス1で84、85。で、さらに守備はレフト、特殊しっかりやってまして、まあ補給スローイング、肩はまあね、そこまで高くないんですけど、守備範囲、レフトが65あるんで、まあ十分かな。で、さらに特殊能力ですね。超チャンス20丸。これがミーパワー、ミーパー。プラス9、さらにラインドライブ、回でパワープラス7、そして広角打法ですね。これがプラス2か3か忘れたな。ミーパープラス2ぐらいですね。はい。もう最強レフトですね。はい。もうラインドライブかつ広角の最強レフトが帰ってきたということで、まあ、阪神純正のレフトって多分ね、サンズさんのパワーヒー広角のチャンス20丸と、あとね、レフト守備シーだったりとか、まあ、大山選手を無理やりレフトに守らせて、みたいな起用法しかないと思うんで、いろんなバランスを考えて、やっぱ金本さんかなと思いますんで、金本選手で今日はね、リアタイやっていこうかなと思います。それでは、やっていこう。それでは、やっていきましょう。はい。まあね、いろいろね、スピ会してるんで、まあいろんな選手紹介したいんで、これからね、スピ会の選手紹介しつつ、まあ配球動画であったりとか、そういう感じで上げていこうかなと思っております。はい。まあ何気にちょっと12連勝中なんで、ちょっと負けたくないですね。やっぱり。とりあえず今日の目標は、金本さんでホームランかな。うん。それ目標に頑張ります。さあ、最強大山さん。頼む。広角アーチ。やばい。やばい。やばい。危ねえ。さあ、チャンス。これなんすよ。やばくない？マジで。91、99だよ。もう化け物でしょ。えぐいな。全出しすると化け物です。本当に。おい、もうね、当たったらこんだけ飛ぶんでね、もう異常ですね。はい。やばい。いや、かっすいな。で、阪神ね、まあね、今日、撮影日が日曜なんですけど、首位浮上しましたね、ようやく。いやー、まあ、早かったな。うん。まあね、もうちょいね、苦戦するかなと思ったんですけども、まあ、やっぱ上がってきましたね。はい、もう、そんな感じはしてましたよ。まあでも、4月、まあ、ここの中旬でもうね、一気に首位まで上がるっていうのはちょっと僕の中で予想してなかったんで、そういう意味ではちょっとびっくりした部分はあるかな。やっぱ阪神は、まあ、やっぱ森下くんがやばいね。ほんと森下くんえぐい。チャンスに強すぎますね。ほんとに。いや、ほんと肝心な場面でしかね、ほんと打たないんで。いや、ほんと阪神ではね、ほんと金本さん以来ぐらいじゃないかなって僕は思ってるんですよ。あんだけ勝負強い選手はね、なかなか阪神ではいないんで、そういう意味では本当に、森下くん本当に来てくれて本当に嬉しいですね。よしよしよし。さあ、打っていこうか。まあね、いろいろ多分ね、スピ会してるんで、そう、紹介したい選手山ほどいるんですけど、まあ今日は金本さんかな。ピックアップしてちょっとやっていこう。まだね、スピ会全然終わってないんですよね、実は。うまっ。は？ガチで何してんの？もう呆れる派ですね。もう意味がわかんない。で、これは抜けないと。いや、それ抜けるんかよ。さあ、これ外野前進ならさすがに、まあ、ミート打ちせんかな。あ、長期した。マジ、ガチでかいんだけど。はい、もうね、もう、安倍日に長期は絶対ダメ。皆さん。もう覚えてください。安倍日に長期はアウトです。はい。もう、ミート打ちのカモですからね、僕からしたら。よっしゃ、走らんて。ファースト誰？え、片岡さん。片岡さん珍しくね。あ、片岡さんな。片岡さんね、スピッカイ多分せんな。今思ったけど。急すぎるかもしんないけど。片岡さんは多分ね、もう一生スピッカイせんかな。うん。マルテはね、結構ありだと思う。うん。マルテ結構ありっすよ。持ってる方いたら。マルテ代打要員だったら全然ありかな。やばい、詰まった。うわ。まあ、金本さんちょっと回せなかったんで、次の試合行こうかな。とりあえず。この試合抑えよう。取れる。レフト。オッケー。いや、ビーズリーいいね。めっちゃいいぞ。いや、もう強すぎんか、ビーズリー。ガチ強いわ。最高です。
次の試合行きましょう。さあやっていきましょうか。まあ2試合目また先行だったんでありがたい。もう石川修太さん、これなんか古いからナックルか。オッケーオッケー、理解。これあ、それと横動く、ちょっと待って全然オッケーかっていうのは怪しいかもしれないまあいいわ、よしやろう。オッケー、抜ける。いや正面か。4-3-3。いつもね、僕変化量はマイナス1の時は言っていかないとちょっと頭入んないんで、いつも言ってます。4-3-3みたいな今大きい変化球順から言ってますね。全然飛ばんねんけど、まあいいわ。さあ金本さん降格。いやー出んか、なんもチェ。マイナス1、落ちる。センター、オッケーオッケーオッケー。金本さんいいねマジで。いやでも今回は先行が来てるからありがたいけど、ちょっとね、さっきの回は回せなかったから。どう？いやーえぐいわちょっと藤村さんね、本当にえぐいんすよマジで。この人の打感がね一番おかしい、こんな純正中だったら。いやバースさんも結構、まあバースさんもね結構能力いかれてるけど、おもうおかしいん、飛び方がね。ちょっと藤村さんはちょっと尋常じゃない、うんマジで飛びすぎガチで使用動画の時って皆さん何試合ぐらいはベストだと思いますか？僕はね、だいたい2、3試合かなと思ってて、なんかめっちゃ難しいんですよね。とりあえず今日は、まあ2、3試合かな。あ、やばい。さあ、ちょっとね、打っていこう、マジで。なんとか金本さんもう1打席回したいっすね、ちょっと。オッケー、田淵さんえぐいね、ナイス。うわ、なんでそれ打ち損じんの？何してんの本当に、もうやばいわ。マジで、また金本さん回らんて、ほんとやばい。意地で繋ぎたい。なんでこんなカーブ打ち損じんだろう、マジで。マイナス1か？ちょっとわかんないわ。いや、なんかね、わかんないな、変化量が。よいしょ、抜けろ。オッケー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 、ナイス。大山さんが繋げば金本さん回りますね。さあ、頼む。いや、ここで打たないとね、絶対。集中。いった、オッケー、ナイス、オッケー。さあ、金本さん2打席目。さあここでホームラン打ったらマジでかっこいい。決めたい決めたい、マジでここで打ったら OK。 今日の目標達成、来た。いやちょっと待って、もう変な声出るて。ほんとストレート来たそうなるわな。いった、ストレート来たそうなるわな。いった、うわなんなんマジで、は嘘だろ本当に。うわくそめっちゃ惜しい当たり、2発ぐらい飛ばしてるからな、本当にやばい。ハブね、もうちょっと焦ったあかん、焦ったあかん。ボール、オッケー。いや、待って、もう、なんでそれ詰まってる判定、マジ意味わかんない。何やっとんねん。次の試合いきます。さあ、やっていこうか。ちょっと、ラスト試合かな、時間的に。もうちょっとどうにかして、ちょっと金本さんにね、打たしたい。でも本当に救われてるところがあって、やっぱ先行だよね。先行がね、3回連続で来たっていうのはかなりありがたい。それをね、ちゃんと生かしたいな、チャンス。マジで。よし、オッケー。マジ？うっそーん。さあ、広角出ましたね。頼むよ、ほんとに。でも重いな。まあいいや。めっちゃ重いな。でも赤の文字の時はなんかダメな気がする。うわ、ちょっと待ってよ。ちょ、なんか重くね、マジで。ちょ、待って、ほら、カーソル動かんって危な。なんか、カーソルさ、これさ、なんか、ラグい時って、カーソル動かないんですよ、こうやって。普通なら動くんですけど、なんかね、重い時ってそういう感じになるんですよね、結構。もうこれ、正直さ、回線が、まあ、どうこうの問題かな。わからん。あ、出た。噂の熱気酒蔵。まあ、何も触れないでおこうかな、俺は。まあ、ぶっちゃけ、まあ、触れるとしたら、まあ、森さんと坂倉さん、どっち強いですかっていう問題は、もうやっぱ坂倉さんじゃないですか。まあ、スピっていうところではね、まあね、まあ、森さんの方が強いけど、まあ、坂倉さんでしょうね、結局。まあ、広角がやっぱある方がやっぱ強いでしょ。間違いなく。よし、OK。まあ、出る出ないにしてもね、もう出る可能性があるだけで強いですから。もう、広角ライドラーマジで異次元なんで、本当に。オッケー。さあ行こう。ちょっと、金本さん回るかこれ。いや、もうちょっと待って、バッティングやばい。まあ皆さんもあるあるかわかんないんですけど、何試合か1回にこういうね、なんか試合あるんですよね。めっちゃしょっぱい試合。これが多分今来てます。どう？
いや、もう、安倍比強いわ。最高。まあ、これはでも、安倍比の強さがわかんないけど。やばい。抜ける。オッケーオッケーオッケー。うわ、伸び出たか。厄介な伸び出たぞ。ちょっと待て。ストレート来たら終わる。うわ、えぐいって、それ入ってないでしょ。審判の言うことは絶対だから、何も言えない。俺は。オッケー。やばい、もうゾーン詰まった。もうやっぱ伸びのストレート強いて、もう無理。あ、おー、ナイス、俺。今度は神走塁してくれた。一試合目の時マジでひどかったからね、走塁、ほんとに。ちょっと変化量。うわ、終わった。ホームラン打てませんでした。ほんとにすいませんでした。よし、サード。オッケー、でかい。ナイス。ありがとうございました。連勝を途切れず済んだんがでかかったな。まあ、違う動画で金本さんいっぱいホームラン打ってんで、それをね、ぜひ見てもらえたらなと思います。ありがとうございました。